スマホ買っちゃおう。モバイルドットコム。はい、どうも、モバイルドットコム TV J ホンと椿です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回なんですけれども、 OCN モバイル1の特価セール来たー。またやるんですか。はい、まあ、今月はなんかさらに、まあ、パワーアップした特価セールを行うみたい でなんとですね、 OCN モバイル1今月下旬からですね、新料金プランが追加されます。熱いぞということで、まあ、今回はね、 OCN モバイル1の特価セールでお得な機種はどれなのかっていうところと、契約するといくらかかるのかも解説していきたいと思います。はい、それではまず早速ですね、まあ、お得な製品をご紹介していきたいと思います。ここでは僕がね、特価セールの中から、まあ、よりお得なものをピックアップしてみました。なるほど。はい、全て新規契約でも大丈夫なものだけをピックアップしました。乗り換えなしでも同額で契約することができます。それではまず1台目、 Mi11Lite 5G。 これがね、めちゃくちゃ安くてですね、通常価格 33,591 円、税込み、セール価格で 15,400 円、税込み。お、まあ、これの先月同様の価格ではあるんですけど、はいはい、まあ、引き続きめっちゃお得。うん、6.55 インチの有機 EL ディスプレイ搭載、リフレッシュレート最大 90Hz 駆動となっておりまして、 CPU にスナップドラゴン 780G を搭載しております。最新のやつですね。そうですね、最新の、まあ、かなり高性能な CPU を搭載してます、うん、この機種ゲームがね、ちょっとっていうお話をしてたんですけど、はいはい、なんと最新アップデートでちょっとゲームが快適にできるようになってます。あ、すごい。はい、今までちょっとゲームができなくてって思ってた人も、まあ、よりね、契約しやすくなったんじゃないかなと。あの、少なくとも PUBG モバイルは十分快適に僕はできております。はい、でメモリについては 6GB、 ストレージ 128GB でマイクロ SD にも対応、トリプルカメラ備えておりまして、広角超広角テレマクロという組み合わせになっております。バッテリーよりは 4250mAh、 重さは 159g、うん、薄くて軽いんだよね。そうですね、この機種は本当に薄くて軽くてですね、まあ、寝頃スマホには最適な一台となっております。 33W の急速充電対応だったりとか、 IP53 の防水防塵、あとはお財布携帯なんかにも対応しております。でさらにですね、ステレオスピーカー対応だったりとか、デュアルシムにも対応しておりますので、低価格な割にいろいろ搭載しているのが非常に魅力的な一台です。カラーについてはトリュフブラック、ミントグリーン、シトラス、イエローの3色展開で、まあ、あのどれもね、可愛らしいカラーになっております、うん、でイエローについてはちょっと実機を見た方がいいかもしれない。キラキラしてる感じ、ね、そうだね、ちょっとあのキラキラしてる、結構可愛い感じがしてます。でもゲームできるようになったのすごいね。めちゃくちゃ熱いです ね、まあ、ようやく本当にあの神機、しかもそれが15,400円税込みで買えるっていうチャンスなので、非常にいいんじゃないでしょうか。続いてゼンホーン8、通常価格 65,728 円、税込み、セール特価で先月よりもこれ安くなっておりまして 51,900 円、税込み。これね、ジェコさんが気に入ってたやつね、はい、あ、もう僕購入したやつですね、はい、あのやっぱ安いよこの価格だったら、もうこの価格だったら全然買いです。はい、でどんな機種かっていうと、 5.9 インチの有機 EL ディスプレイ搭載、リフレッシュレート最大 120Hz 駆動で、 CPU にスナップドラゴン888搭載しております。うん、ハイエンドモデルですね。でメモリ 8GB、 ストレージ 128GB で、デュアルカメラ搭載、広角超広角と使いやすいカメラ仕様になっております。綺麗だったよね、まあ、これ十分綺麗に撮れますね、うん、でバッテリー容量が 4000mAh、 重さが 169g、うんうん、でこの機種 5.9 インチで 169g なんで、十分コンパクトで使いやすい1台となっております。確かに。はい、で最大 30W の急速充電だったりとか、ステレオスピーカー搭載、あとはデュアルシム対応だったりとか、イヤホンジャックも備えてます。あら、で IP68 の防水防塵、あとお財布携帯にも初対応しておりますので、まあ、かなり魅力的な一台になっております。バランス取れてますね。非常にバランス取れたハイエンドモデルですね。でカラーについては、ムーンライトホワイト、ホライゾンシルバー、オブシディアンブラックの3色展開。僕はブラックをね、うん、購入をしたんですけれども、今回あの久しぶりに復活したホワイトなんかもおすすめです。ぜひね、皆さんもチェックしてみてください。これが 51,900 円、税込み。すごい。いや安いよ。安いよね、うん、安いです。はい、続いてレッドミー 9T、 通常価格 16,501 円、税込み。これが1円になってます。あ、1円なんだね。1円スマホですね。これも位置づき安いですね。で、はい、OPPO A73、 通常額 16,501 円、税込み。こちらも1円で購入することができます、うん。まあ、とにかく安いスマホが欲しいんだっていう人はもうこの辺を契約するのがおすすめです。この2つはミドルレンジ？あ、この2つはエントリーモデルですね。エントリーモデルね、はい、とはいえあの Redmi 9T なんかはもうあのほぼほぼミドルレンジ？そうですね、ミドルレンジに近いような性能を持ってるので、まあ、非常に魅力的ですね。はい、ぜひチェックしてみてください。続いて Xperia 10 Mark 3 Lite、
この機種ね、まあ、通常価格が 44,69円税込みなんですけれども、今回セール特価で 24,000円税込み。安い。まあ、約半額近いところまで来てて、ね、まあ、かなり安くなってるんじゃないかなと、うん。この機種のスペックチェックしていきます。約 6.0 インチの有機 EL ディスプレイ搭載、CPU にスナップドラゴン 6905G を搭載してます。メモリ 6GB、ストレージ 64GB でトリプルレンズカメラ搭載、広角、超広角、望遠を備えております。バッテリー容量 4500mAh、重さが 169g と、うんうん、結構コンパクトで軽い一台となってます。IP68 防水防塵対応、お財布携帯にも対応しております。イヤホンジャックも備えていて、指紋認証には対応していて、顔認証には非対応です。デュアルSIM対応になっておりまして、通常の Xperia 10 Mark III では eSIM は対応してないんですけど、この機種は対応してるので、まあ、そういったところも魅力。すごい。はい。ただね、ストレージが 64GB に削られていたりするので、そのあたりは注意が必要なんですけど、まあ、マイクロ SD もね、使えるのでカバーできるのかなと思います。カラーはブラック、ホワイトの2色展開。まあ、どちらもシンプルで選びやすいカラーになっております。この機種が 24,000円税込みで購入できるので、まあ、非常にね、魅力的なんじゃないかなと思います。ちなみに今回の OCN モバイル1のセールについては、10月8日11時から10月25日の11時まで行われておりますので、うんうん、長いですね。そうですね、長く一応期間は取られてるんですけど、まあ、いつも通りであれば結構売り切れが出てきます。あ、早いうちにね。はい、なので早いうちにチェックしてみてください。うん、モバイル .com。ここからは OCN モバイル1で契約した際にかかる購入費用とかをご紹介していきます。初期手数料が3300円税込み、 SIM カード手数料が 433.4 円税込みです。これにプラス月額料金がかかってきます。月額利用料金は新料金プランがね、追加されることになりまして、今後 OCN モバイル1は全国のドコモショップとかで契約ができるようになります。え、何それ。はい、ドコモのエコノミー MVNO として連携をして、まあ、今後進めていくみたい でそれに伴い新料金プランが追加されることになりました。それが月 0.5GB 使えて550円税込みで利用できるプランです。これが10月21日からスタートとなります。月最大10分相当の無料通話付きなんで、通信容量自体はすごく少ないんだけど、うんうん、まあ、通話がついてるよみたいな。本当にちょっと使う人向けみたいな、ね、そうですね、ちょっと使う人向けにはすごくおすすめで、まあ、低価格で維持したい人にとってはすげえ魅力的なんじゃないかなと。はい、でただちょっと注意点としては、今回のスマホセットでこの料金プランを選んで購入することはできないので注意をしてください。選ぶときは 1GB からとなります。で、 OCN モバイル1のいいところは、利用開始月月額基本料金は無料なので、非常にね、お得に契約することができます。新プランが追加されたことで、まあ、よりね、安く利用できるんじゃないかなと思います。じゃあ実際 OCN モバイル1を契約して、良かったところ悪かったところをね、ご紹介しておきます。うん、通信速度、これめっちゃ心配してたんですけど、通信速度は結構早い。早いんだ。はい、たださすがに皆さんが利用する時間帯、お昼時とか、うん、あとは夜9時から10時ぐらいとか、はいはいはい、まあ、あのあたりはちょっとだけスピードが落ちるんですけど、まあ、正直ね、使えないほどではなかったですね。十分普通に使うことができました。であとドコモのね、回線を使ってるので、通信エリアがとても広くて、購入後も難しい設定はなく、 SIM カード入れるだけで使い始められる機種がかなり多いっていうところと、それ嬉しいよね。それいいよね。うん、であとスマホセットでの購入が超お得ですよね。はいはい、めちゃくちゃ安い。はい、とにかくスマホを安く買いたいし、月額料金も落としたいって人は OCN のモバイル1が非常にね、おすすめです。で、悪いところについては、 SIM カードの使用上しょうがないんですけど、バッテリー消費がちょっと早くなるんですよね。そうなんだ。はい、なのでバッテリー持ちが悪い機種と組み合わせるのはちょっとね、おすすめできないんですけど、まあ、逆に言えばデュアル SIM 対応機がすごく多いので、OCN モバイル1プラス違うところの SIM カードとかを組み合わせて使うっていうのもありかなと思います。であとはね、支払いは基本的にクレジットカードのみ。はい、僕が感じた悪いところはそれぐらいで、まあ、基本的にはいいところしかないなって思ってて、まあ、価格が価格ですもんね。ねえ、まあそうですね、まあ、それ以外は基本的に今のところ満足しています。というわけで今回 OCN モバイル1の10月のお得なセールをチェックしてきました。相変わらず安いですね。いや、相変わらず安いですね。本当に安い。Mi 11 Lite 5G なんかは本当アップデートでゲームができるようになったっていうところはめちゃくちゃいいっていうのと、音ゲーはね、まだちょっと最適化できない部分もあるみたいなんですけど、そこそこはできるようになったみたいです。はい。で、全本8なんかはもうすげえおすすめだし、僕が買ったぐらいなんで安い。安いよね。はい。なのでぜひね、皆さんも一度チェックしてみてはいかがでしょうか。セール詳細は動画概要欄にリンク載せておきますので、ぜひね、そちらをチェックしてみてください。もしこの動画がよろしければ、グッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。